こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにビーナスイレブンビビットを、進めていきましょう。団体戦の結果ですね。ヴィーナスハート一括受け取り。レンタルポイントって何だったっけ？遠征終了。メンバー変えましょう。この子行ってみましょう。スキルミキサー、まだだな、まだできないんだ。あ、全部合成でするとゲートキーパー6になる。プッシュ、シップアイス。あんまりうまみがないですよね、こちらは。さてとですね、おっと、ミラハイがまだやってんのか。ストーリーですね。おまかわです。おお。え？味噌汁がブームって、なんかすごいステマ臭い。三つにゃんこを架空か。まあこれも架空なんだけどね。中見えない。へえ、交換会。マジ。シークレット。すごいでかいな。ないとは言わんけど。はい。なるほど。今、中級まで挑戦できるっていうレベルですね。さて、ミヤハイ、中級やっていきましょう。まあ、とりあえず試合へ行く。そして、まあこの辺かな。ポジションはどこだろう。ポジションは、おっと、キーパーと交代です。どこまで守れるのか悩ましいですね。得点重視、勝ちたいかも、勝ちたいんやーっていうことでいきましょう。
スタート。ポジティブパス。あー、捉えた。強い。中級だと負けそう。おや？すごい。あっさり捉えてるじゃん。おっと、取った、ナイス。うまい。なんだ？すげえ。問題はスタミナを持つかですね。何回もシュートを打たれて。さあ、決めたい。決めたいが。さあ、対決だ。捉えた。前半戦終了。スコアレスドローになってます。スコアレスドローって言い方はおかしいか。状態もあるんだよな。なるほど。まあまだ早いか。スタミナ切れてから考えよう。取り切れない。やばい。なんだこれ。シュートだ。さあ、これで打ち破れるか。本当にいい壁になってますよね。キーパー、いいキーパー揃えないとね。いいキーパー揃えることは勝てる、試合になるか。さあ、エミリーだ。ここはまだ。なかなか越えられない。ガーッと耐えた。伊沢がいい仕事してますよね。しかし、スタミナがない。ここは。交代します。させます。通った。さあ、残り時間がほとんどない。超えた。さあ、チャンス？台渡る？ルーミンストライク打て！いったー！どうだ？やったー！いやー、マジかの勝利ですね。まあでもやっぱりキーパーだと思いますね。本当の MVP は。さあ、レベルもアップしました。さあ、上級に行かないといけないけどさ、すでに上級は勝てる気がしない。イベント特攻が？勝てると旨味があるのかな？
ボーナス効果はロトン。そうか、着替えてないとダメなのか。メイカ。ここマニュアルで行かないといけないかもね。さあシュート超えた。向こうにはレイコがいる。これは勝てんだろう。チャンス、どんどんシュート打っていこう。超えた。さあ2発目のシュート。てかもうスタミナかなり消耗してるよね。意外と打ち合いになってる。これは破れないんだ。勝てるわけないじゃん。誰をオカルティックパスを打つ？おっと、インターセプトされた。目を尽くし？おー、ナイス。さあ後半行きましょう。2人の晩御飯、これは何の意味があるんだろうか。あ、来た、打ち壊すライディング。張る胸が。さあ止めないとシュート打たれると終わりな感じが。あー、打たれちゃった。結構近くまで行ってるが、惜しくはない。乾杯です。
さて、さてと、拡張するゴールドは足りませんってなってますね。知らないから通常リーグでもやるか。8部です。誰だ、天文さゆりさん。いいキーパー欲しいですよね。早風風里っていう人が戻ってきた。え、金だよ、金。金、暴力。まるまるまる。誘惑。さあ、スタート。なるほど、そのチームと戦うわけですね。もうルーミーストライク。これ抜けた。シュート入った。やりますね、ルーミー。さあ。さあ、ちょっとスタミナ値を見ましょう。ちょっとこの選手がやばい。この紬が。そこで変えましょう。さあ、後半戦です。私ごと増え
さあ、右間シュートだ。早い。最後2点目。おお、ナイス、防ぎましたね。つい勝ちました。悔しいと言ってます。スタミナ不足。スタミナゾーン。お、流れ変わったな。さあ、中挑戦ですが、そうですね、2試合目、試合行きましょう。東堂ひとみ、この選手を結局キーパーに採用しましょう。試合の刺激は私に新たな戦術。キーパー大事ですよね。試合開始だ。行っちゃうよ。待って、やってみせるわ。お願い。もう早くもアメリカンシュートだ。抜けた。お、早くも2点目？早い！ 25 分でこれはすごいな。さて、前半は長く感じます。それで3対0ですね。おっと、結構疲れてるよ。奥田光、本来ならディフェンダーにいる選手ですね。
さあ後半戦スタートです。後半戦開始よ。プレーよろしく頼んだよ。よしなみとてもいい調子で、あとは無駄しのかかりますありがとうございます。ロンおー、5-0 です。大量勝利。スタミナ犬の話が続きます。わかりますが、なんてことなの？ブルジョア。ルビンが UEP です。最後にスカウトやっていきましょう。イベントスカウトっていうのをやってますね。星さんとかな。お、フレンドスカウトっていうのもあるよ。星1までか。衣装が手に入るか。いいですね。秋にふさわしいな、この服装は。さすがにちょっとやばい。イベントか。ただイベントが多いと使えなくなるからな。
まあ弾いてみますか。行きましょう。結構重なりますよね。お、ダブルでできた。さあ、あった。うん、星3までか。おまけで留意を下げるしかないかな。ビジョン、レアリティポイントっていうのは結構大事なのかもしれないですね。さあ、プレス特訓行きましょう。リアリティポイントを稼がないといけないですよね。もうちょっとなんですけどね。使い切っちゃいましたね。リアリティポイントを。好感度は上がるけどね。というわけで、ここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。